金田さん、高校デビューいいんじゃないですか。毎日デビューするチャンスはあると思うんですよ。毎日なりたい自分になれると思うんですよ。そして自分の一番やりたいこととか今までやり残したことをやるために今日生きた方がいいですね。それ以外にはないんじゃないですかね。で、これをですね、私一つの言葉にまとめると、このままではずっとこのままだって言葉になるんですよ。当然ですよね。だって同じことをやってて違う未来は描けないわけですよ。で、凡事徹底みたいな同じことをずっとやって積み上げるっていうのは必要ですよ。でも違う自分になりたいときに、違う結果を出したいときに同じことをやってたらダメですよね。で、やるべき同じこととやってはいけない同じことがあるんですよ。で、性格は変わらないとか人生を変えることはできないって思い込んでる人いますけども、それは自分の人生を変えられないし、自分の性格を変えられない人が言うことなんですよね。いくらでも変えれますよね。一瞬で。それこそ暗い人間になろうと思ったら暗い人間を演じることもできるし、明るい人間になろうと思ったら明るい人間を演じることもできるし、プレイボーイを気取ることもできるし、サリとてね、インテリを気取ることもできるわけですよ。じゃなかったら役者ってできないじゃないですか。ね、じゃなかったら声優もないわけですよ。で、花レオさんがね、ものすごく辛くて苦しい時に、じゃあライブのステージ今日夜7時からです、どうしますかってことなんですよ。お客さんが来るか来ないか分かんないような小さなステージでも絶対立つと思うんですよね。で、その上では全て自分の持てるものを表現すると思うんですよ。悲しみがあるんだったら悲しみを歌にぶつけていくと。悲しみを押し殺して笑顔にしたいんだったら、お客さんを笑顔にしたいんだったらそうすると思うんですよ。私こういう話を聞いたことがあります。これパイロットの友達なんですけども、まあ、飛行機パイロットね、操縦するじゃないですか。で、こういうふうなことを言うんですよ。いや、私はね、もうこの仕事を選んだ時から親にはね、別れを言ってあると。なぜなら、私が飛行機に乗って親が危篤だっていう時に、飛行機降りれますかって言うんですよ。だからこの道に進む時に、もうね、親の死に目には会えないことをお互い覚悟して、そしてもうお別れは言ってあるんだって言うんですよ。で、しかもその方が言うのは、どの職業でもそうじゃないのって言うんですよ。俺の職業だけは特別じゃないんだと、みんなの人生はそうなんじゃないかなっていうわけなんですよ。腹くくれてるなと思いましたね。で、彼はそのパイロットになるってことはそういうもんだっていうふうに、やっぱりね、自分の理想形のパイロットを演じているんでしょうね、きっとね。それは心の中では悔しいし苦しいし、会いたいと思いますよ。家族ってもの、かけがえのない仕事には変えられないじゃないですか。でもやっぱり自分をこうね、律し続けているところ、それがプロ根性なのかなと思いますけどもね。ちょっと話がずれたんですけども、結局は自分を新しい自分に演じさせることっていうのができなければ、新しい自分にはなれないってことなんですよね。最初は空元気でも本当の元気になるわけですよ。最初は演技でも本当にそれが本気になるわけですよ。幻想の自分が本来の自分になっていくってこと、こういう経験っていうのはね、やっぱり自分の中で起こしていかないといけないでしょうね。で、変化できるってことは非常に大事なんですよ。例えばなんでね、彼女が離れていかないかっていうと、どんなにめちゃくちゃ落ち込んでる時でも、この人は大丈夫、今をくぐり抜けたら元通りのあの元気なあの人に戻ってくれる、変わってくれるはずだっていうふうに思うからですよね。そして将来はこういうふうになりたいんだよねって夢を語った時に、この人は大丈夫、変われる人なんだからっていうふうに信じてくれるんですよ。でもね、やっぱり今のこの姿で未来まで評価されたり、過去の汚点を持ってですね、将来性がないっていうふうに決めつけられたら、もうチャンスないですよね。モテないっていうのはそういうことだと思うんですよ。モテないっていうのは、昔どんなことがあろうとも、今どんな状態であろうとも、いや俺は金持ちだ、たまたま今は金がないだけだと、たまたまだと、どんな金持ちでも金がない瞬間はあるの、大丈夫っていうふうにね、言えるかどうかですよね。そして本当に金のない自分を切り替えて金のある自分に持っていけるかっていうのが、やっぱりモテる秘訣と密接に関わってるんじゃないかなと思いますね。花レモさんはね、やっぱりね、変化の達人だと思いますよ。そして人を変える達人だと思います。そういう人がいないと、この世の中ずっと同じですよ。だって変わる人が変えてるわけですよ。じゃあ本当に性格が変わらない、人生が変わらないっていうんだったら、石器時代のまんま今日このね、令和3年は成り立ってるんですよ。違いますよね。空を飛べないっていう常識を空を飛べることにした。新幹線なんてできないっていうことを新幹線ができるにした。月になんて行けないってものを月に行けるようにした。携帯電話なんて絶対売れないよっていうところを携帯電話みんなが使えるようにした。全部変化させてるわけですよ。自分の中で変化を起こして、そして世の中を変化させてるわけなんですよね。その繰り返しじゃないですかね。ちなみにビットコインが
1ビット500万円に行く行かないっていう論争がありましたけども、イーロン・マスクがね、テスラモーターズの15億ドルのビットコインを買うことによって一気に達成しましたよね。これも無理と思ったものが無理じゃなくなった瞬間だと思うんですよ。世の中を変えた瞬間だと思います。うん、すごいなと思いますよね。変わるんですよ。変えれる人が変えていくんですよ。そして変われない人は変われないまんま、そのまんま、うん、過ぎ去っていくんじゃないですかね。いってらっしゃい。